はい、どうも皆さん、オリオンでございます。ただいまね、ここ、まあ地元ですかね、今ね地元の、大宮公園に来てるんですけども、今回紹介するのはね、自分の、ファッションですね、今日ね。まず下の、この靴からなんですけども、これは、ニューバランスですね。でニューバランスの、靴なんですけども、なんか結構ねごついデザインっていう感じで、ここにちゃんとほらニューバランス円のやつ入ってんでしょ。でね、俺気に入ってんのはね、ここの中ちょっと光があるでしょ。これかっこいいと思ってんの。ここもね、ここら辺も光ってんですよね。どこだっけな、どっか光ってる場所があるんで、どこだっけな。どっかあったよな、もう一個光ってんの。これ光ってるじゃん。そこともう一個あったんだよ、なんかもう一個ここ。そう、ここなんです、光ってんですよね。いや結構ね、そこら辺かっこいい靴だなと思って。これ、だいたい6000円からかな。6000円。もともと9000円からするんですけど、まあ、セールで安くなっちゃう。ちなみに ABC マートです。なるへそ、はい、妥当だね。で次こちらの、ズボンですね。これはね、デニムです。でこのダメージのデニムはね、これは、H&M で、値段ちょっと覚えてないですけど、4000もしなかったと思う、多分。で次、この上着の下に来た、これはいいや、これいいや。でこれね、上着は上着なんですけども、これは、アベールで買いました。こちらの商品はね、結構色鮮やかというか、クマが結構目立つよね。青でしょ。で、黒はあまり目立たないんだけど、で青いて、で紫がいるんで、紫でね、ところどころに英語とか入ってて結構いいなと思ってます。でちなみにこちらの値段は、4000ちょっとしました。税込みね。でこのネックレスもアベールですけどね、これね、ここ見るとよく光ってるんですよ。なんかビーズみたいに入ってる。わかるかね、結構光ってんだよね。で、俺結構高そうに見えて、これ500、800円ぐらいかな、多分。チェーンもしません。で、ここは金なんだけどね。っていう感じです。はい。で、晴天でね、今日暑いね。いや、ずっと歩いてきたんだけど、で、この後ちょっと新都心に向かうんだけど、暑いです。私、飲み物飲んでないで、もう干からびてしまいそうですね。ちょっと若干汗かいてる。って感じです。以上ですね。オリオンの、衣装紹介です。